すごい人ですね。なんだか騒がしくないですか？そうだね。なんだろう。ハイリ！それはこっちが聞きたい。港にすごいたくさん人が来ていてね。口々に自分たちは招待されたんだって言うんだ。誰にって聞いたら、カモメさんだと言う。カモメって、お前が言ってた子だろ？だからここに連れてきた。特別に役所が船を出してくれたんだぞ。しかし、すごい人数だな。お前が呼んだのか？じゃあ、誰？え？旗？見てるよ。やっぱり見たかったから、この船が完成するところ。すごいね。うん、でも本当はできるなんて思ってなかった。面白い本を読んだらその世界がずっと続いてほしいって思うでしょ。本の中の人物とずっと一緒にいたいって思うでしょ。だから、この船を作っていれば、あの本のお話がずっと続いてる気がしたの。私はただ、終わらせたくなかっただけ。それだけだったから。だから、こんな風に本当のことにしてくれるなんて。ありがとう。本当に、ありがとう。そっか。だったら、よかった。遠く、私は、もう本当は、ここにいちゃいけないの。あのね、私、まだまだ、たくさん冒険したかった。この夏、ハイリと島を冒険したみたいに、もっといろんな場所を、あんな風に、歩いてみたかった。もっと、もっと、私、旅に出るよ。この船に乗って、海を越えて、それで、うん。私が？そうだね。じゃあ、ヒゲ猫だ！出発！
窓叩く。ベッドの中で聞いた、いつか借りた MD をローテーションしてみて。Thank you.
七つの海を越えて、あなたに会いに行きます。愛を込めて、海賊ひげ猫団、クシマカモメ。Thank you.